東里古墳、または、丸無ドム古墳は、大韓民国全羅南道海、南軍三山面正里にある古墳。形状は、長鼓墳。全羅南道記念物、第121号に指定されている。朝鮮半島南部には、長鼓墳十数基が分布し、日本に多く存在する前方後円墳との関連が指摘されるが、本古墳はそのうちの一つになる。 朝鮮半島南端、海南郡中央部の尾行地上に位置する。別称の丸ムドムは地元での故障で馬の墓の井である。2008年に国立公衆博物館により発掘調査がなされている。紛糾の大部分は森土からなり、前方後円形をなして前方部を南西に向ける。後円部平坦面は主軸直行方向を長軸とする楕円型をなす。 紛糾表面には、くだら系の糖質土器片が見つかっているが、断地吹き石は認められていない。埋葬施設は、横穴式石室で、地表面から1メートルほど土を積んだ上に、形成されており、石室規模は、長さ3.43メートル、幅2.17から2.38メートル、高さ1.80メートル。石室構造は、北部、 九州や有明海沿岸地域と直接的に、系譜関係を持つと見られている。数度にわたり、洞窟を受けているため副葬品の多くは、産出したが、瓦家、玉、鉄器などが収集されている。以上の粉形、石質構造から、古墳の築造年代は6世紀中頃と推定される。四道座と古墳付近では、四道座と古墳以前の古墳の系譜はなく、 四道里古墳はこの地域で突如出現した古墳になる。古墳から海岸線までは3キロメートルほどと近く、その被葬者に関して海上交通との関わりが指摘されている。なお、四道里古墳の5 0ル正方には古墳3基が存在したといい、一体でくだら系統出土器が見つかっている。古墳域は1986年12月21日に、 全羅南道記念物第121号に指定されている。横から望む噴景古墳の規模は次の通り。噴霧の外形に関しては、石人山古墳との類似が指摘される。所在地交通アクセス。ありがとうございます。